あ、なんかやった。電話がなんか、なんか電話アンサー、これ分かった、これ分かった、これね、電話に答える、これはね、僕ね、たぶん電話に答える。もしもし、俺だけど、今からそっちに行くから待っててって。適当でしょ。うん、適当ですね。ニコ、お、デビルメイクライ、デビルメイクライって書いてあったね。コーリングニコ、ニコにこう電話をできるんですかね。メインゲームトゥートレイドレッドオブ、デモだと使えないってこと。レッドオブで使えると。あ、ノットアベイレブル、はいはいはい、デモだと使えない。なんか黄金の像で、うん、あのアイテム購入したりとかスキルを増やしたりできたんですけど、多分それをがトレーラーでニコが担当してくれて、はい、ダンデが、ダンデからもらった看板、これがね、はい、小説版でもらったやつですね。そんな豆知識も入れながら、はい、ニコだっていいの、あんまりかっこいいの見せられてない気がする。しましたな。やっぱちょっと5になると進化してるんで。そうね、はい、そういうことですよね。そんな早々ね、やすやすと思う。そう、こういきなりこうつくって触れて、こう触ってくれる、そんな感じですね。そうそうそう。でも、あ、でも普通に見てる限りめちゃめちゃかっこいいけどね。お、よかったです。やっぱアクションがかっこいいってですね、僕のプレイがうまいっていうよりは。珍しく謙虚だね。来た、なんか来たよ、なんか来たよ。おお。Sorry to disappoint you.Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane. You weren't supposed to meet him. Did you snack on him? この舐めたことを言いやがって、大体デビルメイクライこんな感じの会話するんで、大体挑発して悪魔が怒るっていうのは、ね。なるほど。あ、なんかメロダンテっぽくなりましたね、ちょっと。ダンテ、このダンテがこんな感じだったんですよ。見た目それともなんかこの態度です。態度です。こうちょっと相手に挑発をして、ちょっとチャラい感じのポーズ。俺が出てきて全然動じてないもんな。すげえな。やっぱこう長年悪魔退治家業をしてきて、感覚がついてきたんですかね。もうこの程度のことじゃ別に驚きはしないよ。うん、スパーダの血が含まれてますからね、メロも。表情がもう敵。おお。うん。え？でか。確かに。この前のボスでもなかなかでかい感じのイラッとしますね。あ、うん。こんなにここまででかいの？そうそう、今いないですね。そう。おお、お前それすげえじゃねえか。ガリアス。あ、宮崎っていうのは適当ですので信じないでください。来た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 。ああ、僕実は結構ボス戦苦手で、フォーでもすげえご優秀ばっかだったんですよ。それは、うん、あ、ほらほら、フラグを立ってるわけですかね。あ、でも、あ、かっこいいかっこいい、なんか空中でしっかりと当てにいってる感じ。うわー、むずい。どうやってやるの？多分さっきの空中ラッシュをうまく使って、これなんか避けられるんですよね。おお、どこにか上から行かないといけない感じするけど、上にいたら上に立つのが受けづらそうだね。そうですね、最初はやっぱりこの光線が、おい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 、あ、今がいい感じだった。あー、こういう風にそうですね、正面からと、やっぱり裏に回りながら、うん、裏に回りながら、うん、お、あ、でも意外とちゃんと裏に、あー、こうね、ちょっとちゃんと避けながらですね。おお、あー、入ってる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 、さすがにあれだね。おお、おお、みんなだってスタイリッシュとかそこまで気にしてないんじゃないかっていうのは。あー、やばい、やばい、やばい、なんだなんだ、おーい、これなんかやばそうじゃないですか。
食らっちゃうと当たっちゃう。食らっちゃうと。あ、やばいわ、なんか吸い込まれてる。吸い込まれてる。逃げて逃げて。これ攻撃しなくてもいいのかな。いやでもね、全然減ってない。全然減ってない。全然減ってない。ほんとだ。あ、ちょっとちょっと来てる。チャージして。あ、まずい。あ、入った。あ、なんか。なんか LB 押してるやから使ったら。あーでもなんかいつの間にかもう。あーなくなっちゃった。やばい、やばい。やばい、しまった。鏡のガーベラがなくなってしまった。これ拾えるんじゃないですか、どっか。あ、これ後ろから拾ってる。あー、いっぱいあった、いっぱいあった。あー、ガーベラじゃないか、オーバーチだ。もうない。あっち、なんか今、あっちになんか、あっちがある。あれ、なんだろう、あっちじゃないですか。これ、なんかまたなんか試せない、なんか。おー、来た来た。見えづらい。おなじみの。フェイスですよ。ボスを中心に爆発が広がるっていう。あ、なんか突破打ってるんだよ。別に、ね、おいおい、読めた、読めました。あ、すごい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 。これやったかと思った。こういうの慣れてますよ、うん、いい反応してるね。いや、食らいました。だいたいそうっすね。ちょっと褒めようとするこれ。だってお前、あったガーベラ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 使い、あ、ガーベラだった。これでこれができると、はい、効果ができると思う。はいはいはい。あ、それでなんかいい、かっこいいね。それで避けると。おーおー、なんかうまい気がする。それで空中でね、あれだもんね、避けられるってことだ。そうですね。しかもダメージも与えられるのかな。なんか、あ、それいいかもしれない。うまい。お、なんだこれ。あ、なんかひるんでるのか。ひるんでるの、ひるんでるのか。はい、いいいいいい、ちゃんとアフェイトが上がるけど、なんか A にまで行った、 A にまで行った。お、なんか怖い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 。ほんとなんか腹の中でまた飛んでくんじゃない、またなんか飛んでくんじゃない、ほら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 、やばい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 。あ、でもそれすごい、それ避けるね、それ避けられるね。やばい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 、危ない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 。すごいすごいすごい、めっちゃ吸い込んでる、めっちゃ吸い込んでる。いけるいけるいける、危なぁ。めっちゃ車とか嫌とか、めっちゃ吸い込んでるよ。ラーベラ様様だな。怖くて近づけない、なんか。あ、でもこれまたまたまた、あーあー危ない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 。あ、でもいいねいいね。おお、これを食らわなくなったね、ラーベラ。空中でやっぱ方向転換できると。カリバーいい、ね、あ、いいね、いい、かっこいい、いい感じ。これは終えた、終えた。これもこれもいけるんじゃない？てか、車拾ってるよ。おいおい、え？これで車出すのかな？車出すのかな？あ、もうすぐもうすぐ。とどめぐらいはあのなんか必殺されたみたい。長押しのレベルブレーカー、レベルブレーカー、来た来た来た、あーたー、お、有言実行。コマンドは強いけど盗みますよね。終わらんぞって多分。だけ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 、違う違う違う、 B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 。あ、A、残念。いやいやいや、 A じゃダメなの？ダメです、もう S 取らないとこのゲームダメなんで。悪魔狩人と呼べないんで。なるほど、ちょっと地味でしたね。正直でも画面的にはめちゃめちゃ生えてた、生えてました、うん、あれですね、基本的に4のと使い勝手はそこまで変わらずに、うん、デビルブレイカーっていう新要素がいて、はいはい、なんか新しいアクションがプラスできるようになったみたいな形で、うん、多分4の人はから結構やってた人はすんなり多分、うん、はい、そのままネロを使えるんじゃないかなっていうのは思いましたね。いやー、確かった、かっこよかった。もうスタイリッシュという言葉にも尽きるね。うん、そうですね。もう本当にもうコンボのあのつながりとか、うん、もうガンアクションであったりとか、かっこいい。ちょっと正直やっぱりこれまでにやってこなかったことをちょっと後悔するレベルで。そうですよ。もうなんかもう4の正当進化感はすごい感じました。やっぱりそれはもう歴代やってる人からしてもそう。はい、はい、4やっぱアクション完成度高かって面白かったんですけど、うん、それをさらに洗練されて新要素を追加したみたいな形で。まだまだ多分ね、見せきれてない部分もあるでしょうからね。そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんも、ね、楽しみにしていただきたいんですけども、こちらのですね、はい、プレイヤブル、なんですけれども、9月開催のですね東京ゲームショウ2018で、出展されると
という情報を得ておりますので、今回の動画を見てね、気になった方はぜひぜひこちらの方でも支援していただければと思います。はい、もうトレーラーで、公開されてましたけど、ダンテの方もバイク、あの乗ってたバイクを武器にして戦ってたシーンがあったんで、ちょっとそれも気になるので、気になるね、続報がすごい待ち遠しいなって思ってます。ちょっとあれもやりたくなってきたでしょ。やりたい、めっちゃやりたい、めっちゃやりたいです。ダンテすごいやりたいです。引き続き、ね、V ジャンプでもデビルメイクライ5を追いかけていきたいと思います。それではデビルメイクライ5 This may be fun!